マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようですね。今日のマシマシはこちら、突然おやつマシマシということでね、11時半だったり10時だったり、いつもやらない時間にですね、おやつをやろうというものですね。一つ目がこれ、秋の旬ですね。ご覧ください、どうぞ。はい、このように、まあ、園内のね、山にあった柿ですね、ちょっと ちっちゃい渋柿のようなやつでしょうかね。あとさつまいもを細かく切りまして、あとはどんぐりのようなものを屋上から巻くという突然のおやつですね。はい、はい、柿よ。はい、チャーリーも。はいよ。はいよ。あとは探してね。はい。チャーリー丼。はい、どうぞ。取れないね。あとチャリアンどんぐりしかないわ。はい、ナイスキャッチ。あとは皆さん探してやん。はいはいはい、Oh, my God.
はい、どうだったでしょうかね。いつもあげないですね、柿とかプラスアルファのやつを、イレギュラーな時間のおやつであげるっていうのはですね、結構効くかなっていうイメージがありましたね。はい、まあ、チャーリーなんかは、あのザクロ、突然ザクロの時と一緒でですね、まあ、ちょっとちょうだいよちょうだいよになりますしね、こういったいつも旬のものであったりね、いつもちょっと変わり種のものをね、いつもとはちょっと時間をずらしてあげるっていうのも一つ気持ちを動かすにはいいかなとも思いました。はい、引き続きいろんなね、方法で、気持ちを動かした、飼育ができればなと思います。マシマシは続きます。今日はこの辺りです。さようなら。